早速次のキャンプで使ってみます。はい、こんにちは、15号のフラッシュジです。皆さんはOD 缶、CB 缶ですね、まあ、どちら派でしょうかということで、まあそれぞれ好みがあると思いますね。こちらが OD 缶、アウトドア缶っていうんですかね。でこちらが CB 缶、カセットボンベ缶っていうんですかね、はい、そんな風に大きく2つの、まあ燃料がね、ガスかあります。で私はどちら派っていうわけではないんですけども、こちらもすごく好きだし、こちらも手軽で好きです。これはねちょっと長いので、私が普段使ってるのはこちらの方ですね。ショート缶っていうんですかね、これぐらい半分ぐらいの大きさですので、すごく使いやすいし、これねたまたま持ってるマグカップにこうすっぽり入るので、まあ、これ重宝してね、これをいつも持っていくようにしています。まあこれももちろん使います、使う時も使います。それと、OD 缶使う時はですね、 OD 缶用のこういうバーナーですね、まあ、持っていきます。これも非常に便利ですね、このタイプ。これのタイプのいいところは、もうスタンドがなくてもこのまま立つことですよね。このまま立つので、土台ですかね、机の上とか台の上とかであればもうピタッと立ちますので、まあ、これ安定的に使える、ね、これ台がいらないというところがメリットですね。まあ、一方この CB 缶はこれだけでは立たないので、やっぱ横にしたりとか、いろんなカセットコンロタイプになったりとかあるんですけども、私が普段使ってたのがですね、使ってたっていうのは過去形ですけど、使ってたのがこういうこういうタイプのですねを使っていました。でここにカセットボンベがつくんですけどね、で、まあ、これを横にしてこんな感じでね使ったんですけど、まあ、こんな風に横にしてこうやって使ったんですけどね、はい、こんな風に使ってたんですけども、これいつだったかな、ちょっと前に、ここの火がですね、ここに引火したことがあったんですよ。まあ、多分この接続のところからガスが漏れたんでしょうけども、この火がここから引火してね、ここからも火が出たんですよ。ちょっとあの時は慌てましたね、さすがに。あれ以来このバーナーをもうお蔵入りで使わなくなってしまったんですけど、まあ私のオペミスというかね、操作ミスか、ここのネジの締め具合が悪かったのかちょっと分かりませんけども、やっぱりこの接続部分っていうんですかね、はい、これだとホースがあるので、ホースの接続部分が2箇所ありますよね。あとこちらにもあるし、さらにはね、これ実はちょっと複雑な構造になってまして、ここにもネジがあるんですね。ここにもネジがあって、アダプターみたいな、ここにネジがあって、でここも、カセットボンベに取り付けるこういう部分なんですね。こういう接続になってるんですね。なので接続部分がね、あまりにも多いんですよね。まあ、これだけでも1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですよね。4箇所の接続部分があるので、それは事故の元かもしれないですね。何が起こるかわからないという、はい、そういうことだなということで、まあ、ちょっと心配になったもんですから、まあ、これも使わないようにしました。もし万が一テントの中であの事件が起きたらね、大変なことになったと思います。はい、それあれ以来ちょっとこのバーナーはね使わなってないんですけど、そこで今回手に入れたのはですね、まあ皆さんもよくご存知のシングルバーナーですね。これは岩谷さんの、バーナーのね、本当によく似たコピー品みたいなもんですけど、村井さんというところの、はい、村井さんというところのねバーナーを買いました。はい、こういうものですね。まあ見た目はほとんど変わらない感じ。まあ細かいところはね、もちろん違いますですね。はい、こんなバーナーですね。でボンベがここにつきます。こういうふうにね、こうやってつくので、もう先ほどの4箇所の接続部分はないから、これいきなり 1箇所でここだけでダイレクトに伝わってますので、まあそういうその確率論という意味では、まあ低いかなということですね。はい、ということで、まあ、早速これをね開けてみたわけですけども、はい、まあちょっと今年の冬からちょっと使ってみようと思っています。まあ、これよくできてますよね、これね、岩谷さんのコピーなんでしょうけども、
まあ、作られていると思います。お値段はですね、岩谷さんの4000円ぐらいでしたかね。でこれはの2000円ぐらいでした。半値ぐらいですね。の商品でした。はい。ちょっと早速使ってみたいと思います。単純ですよね。もうただこれだけということで。ただこれだけですね。はい、まあ、点火も一発ですね。はい、まあ問題もありませんね。私が使っている短い方のボンベでやってみましょうか。こちらですね。こちらでも同じように多分なるんでしょうけども。あ、こっちの方がなんかこう収まりがいいですね。やっぱり長いよりも。どうしようか。はい、まあ同じことですね。こちらでもちゃんとつきます。この部分のあの接合この部分のね、接合部っていうんですかね、この、ガスがつく部分、ここもちゃんときっちりしてますし、変なぐらつきないですからね。でここが ほとんど一体化してますよね。一体化してるので、うん、あとはこうバルブ点火用のですね、点火端子っていうんですかね、ユニッションっていうんですかね。はい、まあ、これはねそういったものです。今、まあ、点火してみましたけど特に問題なく、点火も問題ありません。まあ一冬ちょっと使ってみてね、また感想もしてみたいと思いますけども、まあこれに変えた理由はね、ちょっと先ほどお話した通りです。ただこれはこれでねすごく使いやすいんですよね。はい、これももう長年使ってるやつで、もうほとんど壊れないシンプルなものになってますからね。可動部がないので壊れにくいですね。まあ、ちょっとこういうところが硬くなってきたっていうのはありますけど、もうほとんど問題ないですね。はい、ということで、まあ、ちょっと この冬はですね、こういう2台体制、この2台体制でいきたいなと思っています。私焚き火ではほとんど料理しないもんですから、焚き火はもうお湯を沸かすぐらいなんですね。なので料理用に一応シングルバーナーが一つあれば十分ですよね。なのでまあ気分でどちらを持っていくか、まあ、かさばってもいい時はこれですね。でもっとかさばっていい時は、特にこれから冬にかけてはですね、こちらの、ね、ガス瓶のバーナーですね、コールマンのスポーツマンで、これを持っていくというそんな、三大体制なんですけども、まあ、これは本当重いのとすごくかさばるので、程よいがある時か、まあ、車で行く時ですね。そうじゃない時は、まあ、これかこれという感じですね。まあ、今回はこれが新しくね入ったので、まあ、これを主力でいきたいなと思っています。はい、ということで今日は、新しく、ね、シングルバーナーを買ってみましたので、ご紹介動画を作ってみました。村井さんというところのですね、シングルバーナー、まあ、お値段は2000円ぐらいのものでしたね。はい、また現場で使ってみた感想なんかもですねお伝えしたいと思いますので、まあ、引き続き動画をねお楽しみください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもですねソロキャンプとか役に立つ情報をですねお伝えしていきたいと思ってますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。以上、自由工房の古橋ゆりでした。ゆりおさん、さよなら。コンパクト、すごいコンパクトになるんですね、これね。片付けるのも楽だし、まあ、かさばらないのが何よりいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。